はいどうも、東大阪市ナンバーワン整体師の岡野です。今回は上向くと痛い首の直し方っていうのをお伝えしていきます。あなたもこんな経験ないですか？上を向くと首が何か詰まるだったりとか、上を向くとあ、いたたたたたたっていう風に首が痛い、もしくはデスクワークとかで肩が凝る、首がしんどくなる、そして最悪の場合頭痛まで出てきて仕事が集中できない、そんな人はですね、この動画最後まで見ることによって、あなたの首の上の向きやすさだったりとか、上を向いて首が痛いっていう部分をしっかりと解消できる根本的な動画になりますので、ただただ肩を揉む、ただただ首を揉むっていうことをやっても解消しない、そんな人におすすめの動画になりますので、必ず最後まで見てください。上を向くと首が痛いっていう人の共通点、これは2つほぼ 100% 当てはまってます。これが何かというと、巻き肩ストレートネックです。いわゆる猫背ですね。自分では猫背じゃないですっていう風にね、思っている人結構多いんですけれども、蓋を開けてみると、いやいや〇〇さん、あなためちゃめちゃ猫背ですよっていう患者さんも多くいらっしゃいます。それが首の痛みとどう関係してくるのかっていうのをですね、実際に体を使って僕と一緒にですね、体感してほしいなと思います。なのでそれを終えた後にストレッチもやっていきますので、今から大事なね、一緒に首の痛みを作っていきましょうっていうところをやっていきます。はい、それですね、今から一緒にですね、首の痛みを作っていきましょう。まあ作っていくというとね、言い方悪いかもしれないですけれども、再現してみましょうということですね。どういうことかというと、巻き型ストレートネックがダメなんですよ。大げさにやっていくと、肩めちゃめちゃ巻いてください。ちなみに今椅子にこう座ってますね。肩巻いて、首もストレートネック、顎突き出してください。こんな感じですね。でこの状態で首を上げてください。そうすると首痛みどうですか？上げやすさどうですか？多分上げにくいはずなんですね。で次逆です。肩めちゃめちゃ胸を張ります。手もしっかりと外側に思いっきりひねってください。外側にひねって胸を張ります。そしてちゃんと首が前じゃなくて、しっかりと顎を引いてください。この状態のまま上に向きます。そうするとどうですか？さっきの巻き型ストレートネックを作った状態の向きやすさと、グッと胸を張って顎を引いた状態の上の向きやすさ、見えてる目線どうですか？この状態とこっちの状態と見える角度が全然違うと思います。なのでこういうことなんですね。つまり何が言いたいかっていうと、首や肩を揉んだところでですね、確かに一時的に楽にはなるかもしれないですけれども、根本的なこういう猫背だったりとかね、ストレートネック巻き肩っていうのが変わらないと、あなたはいつまで経っても上を向くと痛いってことです。だからちゃんといい状態になるようにしっかりとストレッチをしていくっていうところが必要になってきます。じゃあ首を揉むとかっていう選択肢にはなってこないわけですよね。じゃあ何をしないといけないのかっていうと、巻き肩だったりストレートネックを直すようなストレッチをしないと首の痛みは取れないです。ではそれをね、どうやってやっていくのかっていうのをですね、一緒に今からやっていきましょう。まず一つ、巻き肩を作ってる筋肉、これは小胸筋っていう筋肉です。胸の筋肉です。グッと硬くなると肩が巻いてしまいますね。ここの筋肉、自分のこの胸の周りですね、ここに出っ張りがあります。骨の出っ張りがあります。ここを見つけてもらって、ここから斜め下ですね、押していたい出っ張りがあります。ここの斜め下にちょっとくぼんでるところがありますね。これを見つけてもらって、自分の手をぐーっと思いっきり外側に開いてください。さっきやった姿勢ですね。この状態を作ります。この状態を作った上で、さっきの骨の出っ張りの斜め下、くぼみがあるので、ここの部分をグリ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 とほぐしていきます。グリグリしたね、筋肉がありますので、結構しっかりと押してもらって、グリ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 とほぐしていきます。これが胸筋のほぐし方、ストレッチになってきます。超簡単な方法でお伝えしておりますので、ぜひ一緒にやってほしいなと思います。こんな感じですね。だいたいですね、まあ30秒ぐらいですね、やっていただくと OK です。これで片っぽ OK ですね。でできたら両方ね、反対もやっていってください。まあ今回ね、一緒にやっていきましょう。出っ張り見つけて斜め下ですね。手はちゃんとグイッと外に開いた状態、これでグリグリグリ、おお、ゴリゴリしてますね。痛気持ちいい、もしくは痛いっていうので正解です。このまましっかりとですね、15秒ほどまたほぐしていってください。これができたら胸筋のほぐしは終了ですね。
じゃあ次何があるのかっていうとですね、こうなっているわけですよね。じゃあ肩も凝ってきますよね。代表的な筋肉、僧帽筋っていういわゆる肩こりを作る筋肉ですね。ここの筋肉をストレッチをしていきます。やり方は簡単です。自分の手を後ろにしてもらって、反対側の手で手首をつかみます。その状態でしっかりと下に引いて反対側に首を倒します。そうするとこの辺が突っ張っている感じがあれば OK です。もう一度いきます。手を下に下げて手首をつかんで下に下げます。そして反対側に首を倒す。これで10秒です。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 OK で反対もいきます。しっかりと手首つかんで下に引いてもらって反対に首を倒す。これで10秒1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 OK できましたか。これで僧帽筋、首の横だったりとかここら辺の筋肉が突っ張っている、伸びている感じがあれば大丈夫です。そして最後、後頭下筋群っていうのをほぐしていきます。こういう風にね、首がストレートネックになっちゃいますよね。そうすると首の後ろの筋肉がずっと縮んでいる状態になるので、ここをほぐしていく必要があります。ちょっと後ろ向きでね、分かりにくいかもしれないですけれども、どうやっていくかっていうと、下向いてください。下向いた状態で首の付け根ですね、後頭部、ここにくぼみがあります。くぼみからぐっと横に行ったところにゴリゴリゴリってした筋肉がありますので、これを下向いたまましっかりとグリックリックリックリと横に裂いていきます。こんな感じです。そうすると結構ね、痛い、効いているっていう感じになっていれば OK です。これが硬くなればなるほど頭痛も出てきますね。これも大体ね30秒行っていきます。では一緒にやっていきましょう。くぼみを見つけて横行ってもらって、ここで30秒1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、OK。 30秒できましたか。ちょっとずつね、ポイントずらしたりとかすると OK です。これをするとですね、目が大きくなったりとか、視界が良くなってきますのでね。この3つ、今やっていきましたね。胸筋をほぐす、僧帽筋を伸ばす、後頭下筋群をほぐすっていうこの3つをやった上で、もう一回上の向きやすさっていうのをチェックしていきましょう。特に意識しなくても、最初と比べてどうなのかなっていうのを見ていった方がいいです。じゃあ、上向いてください。あ、じゃあさっきより向きやすくなったなとかっていう人、どんぐらいいますか。いいねとコメントよろしくお願いします。ただこれをやってもやっぱりある程度のところでいくと痛いっていう人がいます。そういう人は今日やったそれ以外の部分もしっかりと根本的に変えていく必要があります。例えば胸椎の動きを出していく必要がある人、もしくは骨盤からこういう風に丸まっちゃってる人は骨盤の治療もしていかないといけないですね。なので一概にこれで100人中100人全員が変わるっていうわけではないですけれども、少なくともほぼ 100% の人が関係している筋肉になりますので、ある一定数の人は変化が出ると思います。なので変化が出たよっていう人はいいね、コメントぜひよろしくお願いします。そして、まあ、YouTube とかね、いろいろ動画見たけれども、僕以外の動画も見ました。僕の動画はもちろん見ました。ただ自分に結局何がいいのかわからないだったりとか、どういう風なことをしていったらいいのかわからない、そもそも原因がわかりませんっていう人はですね、ぜひ整体に臨む当院に来てください。最近ですね、問い合わせの方が結構多くてですね、あなたの根本的な痛みをですね、しっかり取り切るっていうところをですね、まあコンセプトにしていますので、いろんな動画やったけれども改善しない、でも本当に改善したいんですっていう人、ご覧お待ちしておりますので、下の概要欄からですね、当院にアクセスしていただければなと思います。それですね、本日上を向くと痛い首の直し方っていうのをお伝えしていきましたので、また次回の動画も楽しみにしておいてください。そうですね、本日動画を見て本当にありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。あ、いいねね、チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではさよなら。皆さん、いつも動画をご覧いただきありがとうございます。
今回皆様に4つの無料プレゼントがあります。痛みで悩んでいる方やダイエットや美容で悩んでいる方はぜひ受け取ってください。すべて無料です。 1.LINE 登録で肩こり腰痛パーフェクトブックをプレゼント。 2. 無料腰痛メルマガ講座登録者限定で自分で治せるストレッチを毎日配信。 3.LINE 登録で3日間で痩せる秘訣をプレゼント。 4. メルマガ登録で脂肪リセットダイエットをプレゼント。この4つがすべて無料でプレゼントです。詳しくは下の概要欄にすべて貼ってますのでご確認ください。この4つのプレゼントを受け取ることで実際にあなたのお体のお悩み痛みっていうのを自分で治せる、ダイエットや美容で困っている方は自分で痩せる秘訣、綺麗になる秘訣をしっかり学ぶことができます。早めに登録して待っておいてください。それでは今後も応援の方よろしくお願いします。